おはようございます。釣り子 TV です。これ、デプスのね、新しく出た MS グラブですね。これをね、早速、おかっぱり抜いけで試してきたところ、ナイスなバイトがもらいたいってことで、まずはこちらをご覧ください。ドイケでね、小ぶりだけどいい当たり出してくれましたよ、イエーイ。はい、というわけでね、1匹目釣れたんですけども、投げやすいね。最初ね、MS グラブ41ってことでもうちょっと小ぶりなねルアーを想像したんですけどね、これ結構ね大きいんですよね。ゲイリー山本で言うとジャンボグラブぐらいあるんじゃないかなっていうね、そういうボリューム感なんですけども、で、野池なんかだとちょっと大きいかなと思ったんですけど、投げてみたところね、結構バイトなんかもいっぱいもらえて、すごい使いやすかったなっていう印象で、何が一番使いやすかったかっていうとですね、これに、50番のフックを合わせたのかな。それでやったところね、バキュンと飛んでくれて、ちょっと待ってくださいね。はい、これで当日実際に使っていた MS グラムなんですけども、ガマカツのですね、こう、ナローゲーブのね、50番フック、これをね、組み合わせてね、投げてみておりました。これだとね、ちょっとこの、針先を隠す装置よりだいぶね、セットバックされたようなところにフックポイントが行くんですけども、この針ね、結構重い針なんで、すごいね、姿勢が安定しましたね。もうちょっとなんだろう、ルアー自体をこう、血取らせたいというか、たまにグリグリンって動かしたい時なんかは、もう少しね、小さな針、いいんじゃないかなと思うんですけども、今回はこの、針による重さと、プラスこの MS グラブ独特のね、重さをプラスして脳進化で遠くに
飛ばしたいなということで、こんな感じにセッティングしました。それによってね、まあ、結構早巻きするとグランピングバズとかもできるんですけども、ちょっとね、沈み込みが早いなっていう、この針をもうシンカーのように見立ててですね、なるだけ早く沈められるように、ね、沈めたい時には沈められるように、ね、こんな感じの組み合わせでやったところを、非常に使いやすかったなということで、ね、で、この MS グラブなんですけども、投げてね、その、落としてちょんちょん、落としてちょんちょんみたいなね、時にね、すごいね、結構当たりが今回もらえたんですよね。というわけで、まあ、脳進化使いで、表層から中層までいろいろ切りもみさせながらね、そういう感じで泳がせる時なんか非常に使いやすいよっていうことでね、発見があったので、まずはご報告ということで、この感じだとね、ライトテキサスの具なんかにしてもね、非常に活躍してくれるんじゃないかなっていうことでね、期待しております。まあね、これね、実際使ってたやつね。これね、当たって合わせたらね、テールちぎられちゃったんですけども、そうですね、使ってみての使用感としては、なんだろう、このやっぱり、テールね、があるので、ここら辺がね、バイトの出方によっては、これだけね、針先をセットバックしても、飛ばすとかにはテールをね、ちぎられちゃうかな、ね。結構柔らかい、ムチムチした素材なので、そこら辺はね、まあその分、バイトが出てるっていうことで、もう一袋ぐらい買っとけばよかったかな。テール実はね、この日ね、2、3個ちぎられたんで、まあ、ただね、これはこれで、なんだろう、カバースキャットの 2.5 と 3.5 のね、間を埋めるような脳進化で使えるんじゃないかな、っていうことでね、これ逆差しで、またね、脳進化で使ってみようと思ってね、しっかりとちゃんと持って帰ってきております。はい。ね。で、タックルのところはこんな感じですね。ジーニアスプロジェクトのグラビアスのハイギアモデル。ね、これに PE ラインを入れてシャロースプールでバキューンとね、飛ばす、こんなセッティングで使っております。で、竿はですね、これホワイトウルフのですね、7フィート8ポンドクラスね、お気に入りの竿ですけども、こんな感じのタックルセッティングでね、バキューンってね、遠くにね、飛んでいくんで、で、PE ラインなんかでね、遠くに入れて、警戒心の薄いバスを狙おうっていうね、こういう作戦で、タックルを組んでおります。まあね、グラビアス、トラブルが少ないんでね、こういう釣りに非常に重宝しておりますね。まあ、ちょっとね、どんな感じなのかなって気になっていたんで、投げてみたところ非常に使い心地が良好ということで、動画にまとめてみました。はい。というわけでね、本日の釣りコー TV はこちら、デプスの新しいルアーですね、MS グラム、これを抜いて試したところそこでバスが釣れてると、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。また会おうぜ。